どうもピアキングです。やっていこっかいやそうじゃねえだろ、ちゃんとみんなに言うことがあるだろ。ってことで皆さんお待たせしました。私肋骨にひびが入ってしまってですね、約2週間ぐらい動画投稿をお休みしてたんですけど、やっと実況ができるぐらいに回復しました。いやひびが入っちゃった時って笑うことすらもできなかったんですよ。やっぱり健康が一番ですね。そしてそんな休んでる中、最悪のタイミングでチャンネル登録者数が20万人突破しました。すごく嬉しいんだけど、元気なタイミングで言ってほしかったですね。いやまあまあ肋骨も治ったし、20万人も突破したし、めでたいことだらけっていうことにしときましょう。本当に皆さんありがとうございます。ということでやっていこうか。それじゃあ今日はいろんなコースやっていきます。まず始めるコース、人画面トロール、ワンスクリーントロールレベル。説明文に流行りの時期はすでに終わってますが、作りたかったのでバグ未使用です、グリッチフリーって書いてるんですよ。まあ人画面トロール確かに一時期流行ったよね。それは僕のおかげと言っても過言じゃないんでしょうか知識過剰なんだよ。でこの制作者さん、みーおちゃんは数々の面白い騙しコースを作ってきてるから、めちゃめちゃ期待大だね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.46%。 いや肋骨が治って一番何が嬉しいかって言ったら、やっぱり笑えることが嬉しいね。本当に何もできなかったからさ、やってる時って。どうせ人画面コース急に何が来るんだろう。ですよね、開幕生ゴミ。これさ、氷ステージっていうのがちょっと動きにくいよな。じゃあ左に行けばいいのか。この辺に隠しブロックはなさそう。右かな、この辺に行ったらやめてください。いいねいいね、このコース、神人画面騙しコースの匂いがプンプンするね。でこのバネに登った瞬間、絶対なんか来るって。この辺が左にジャンプする、あのパワーブロックの方が怪しいもんな。こっちうわ怖え、パワーブロックだらけの。もう叩いてみようか。みんなちょっとだけいいかな、コースの楽しさより実況できる嬉しさの方が勝ってるわ制作者に対して失礼だよ。じゃあこのパワーブロックを叩いた瞬間すぐ左に逃げる。あ、パワーブロックは叩けないのね。そしてこのメットを蹴ってパワーブロックを発動する。なんか今砲台こっち来なかった。いやこれバグじゃないのバグありませんって書いてたけど。じゃあこのフラワー取っていけっていうことですね。はだー、まったくいい加減にしてよね。こっちは肋骨が治ったばかりでリハビリ状態なんですよ。リハビリどっちだったっけ。まあどっちでもいいけど、そういう状態なんですよ。じゃあファイヤーフラワー取っていく。なんだお前、ファイヤーフラワー取った瞬間にすぐ右に行く。それで間に合うんですかね、アップテンザバーで、ドは俺でした。やっぱりフラワー取ったらいけないよな。取ったら右側に進めなくなるような気がする。でここでバブルをかわす。でツタに登ってってのバブル戻ってくる。危ないね。でこのゴールはまだできないと思うんだよな、下に降りれないみたいな。やっぱりね、だからこのバブロックが発動する必要が。本場だよ楽しい。もう全てのここだけ読めました。下におそらく隠しブロックがあるから、この USA を取らなきゃいけない。そしてあのバブロックを抜いて終わりさ。皆さん、緊急事態が起きました。久々に実況するせいか、もう喉が枯れてきましたやばい、これから先どうしよう。じゃあここは USA を通って何もしないかったらいいと思うよ。そしたらツタが降ってくるんじゃない。そうでしょ、そうだよな。よしよしよし、これはもうゴールか。そこら辺に隠しブロックがあるのは分かってた。これなんで上に上がれたの。上がれたね。隠しブロックはなさそうだ。じゃあこっから大ジャンプすればいいんじゃない。ちょっとやってってみようか。ここギリギリで溜めて大ジャンプ気もすぎ。いやうまいな、この辺に隠しブロックはないと思わせておいて、しゃがんだらあるって感じか。じゃあここで隠しブロック出す。絶対次でゴールできる。もう一回だけ警戒しようか。こっからしゃがんでジャンプ。いや絶対ないよな、もう。じゃあここで抜け抜け、やだいやこの人画面コースめちゃめちゃ面白かったね。最高のコースありがとうございます。大丈夫かまたこんな調子でやってたらどっか壊れるんじゃねえの。もうすでに壊れてるか。ということで次のコース、君が爆発するまでの逃避行。説明文にボム兵、僕はすぐ爆発しちゃうんだ。マリオ、大丈夫だよ、君が爆発しないように何とかするさ。最後に君を利用するまでね。じゃあルイージで行こうかこんな性格の悪いマリオなんか使いたくねえよな。まあこのコースはボム兵が爆発しないように土管に入り続けていけっていうコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.46%。
ここで知らない方に説明するとですね、ボム兵っていうのは踏んだら何秒後かに爆発するんですよ。でも土管に入ることによってその爆発時間がリセットされるみたいな、それを利用していけっていうコースなんじゃないかな。いや、めちゃめちゃ面白そうだね。そのスリルがワクワクとドキドキがムネムネするね。じゃあここはバネを利用して投げて土管に入っていく。まあこの辺は全然簡単だよな。こっから難しくなるんでねえの。下手くそか。どうしてもさ、早く行かなきゃ早く行かなきゃって思ってしまってプレイが乱れてしまいますね。じゃあこの土管に入ればいいのかな。右のオンオフの方は何なんだろうね。あ、ここで50コインを取って土管に戻れみたいな。いや、50コイン取る意味は何もなさそうなんだけど、これで爆発時間はリセットされた。これ間に合うか。よし、めちゃめちゃ緊張する。じゃあオンオフ、これはどこ、投げ、ドキャー。ずっとボム兵を持っていくって思ってたって、ここで投げればいいだけの話か。さあ次に行こうか。お、中間ポイントあんじゃん。ありがてえ。そしてここは隠しブロックからの隠しブロック、そして土管に入っていく。めちゃめちゃギリギリだったんじゃない今。でここは上に投げて、で遅い遅い、そんなんじゃ間に合うわけねえだろ。じゃあこれ上と、あ、ここで土管に入ってリセットだね。で上は、うん、ハリーオッタ。わかっちまえばもうこっちのもんですよ。すぐ上に上げてボム兵を持って土管に入っていく。多分ね、ここはリセットするだけの場所だと思うんだよな。やっぱりそうだよね。ニヤニヤしてんじゃねえよ、こっちはハラハラしてんだ。ちょっと、じゃあ間に合うかこれ。間に合わないですよね。めちゃめちゃ厳しい。一回でも突っかかってしまったら終わりなんだろうね。じゃあここはまた土管に入っていけっていう感じか。ここもリセットする場所、そして雲に乗って上に行く。それで合ってると思うよ。急いで行こうけ。この雲の跡がどんだけ難しいかだよな。うん、意外と簡単。さあ中間ポイントあってもいいよ。え、なになにこれ、ちょっと違うボム兵を爆発させてんじゃないよ、頼む。よっよー、ドアに入ったつもりなんだけどな、遅かったのかな。じゃあすぐにドアに入っていきます。いや、さっき絶対間に合ってたよね。ここは何。そんなのわかるか。ここむずいって。ボム兵を上に上げながらすっと感じ入ってくる。うまっ、一発で成功したよ。さあここは投げてオンオフ。あ、これも終わりなんじゃない。それが中間ポイントにもらえるっていう感じでしょう。さあ1キャップだけ取っておこうか。裏にクリボーとかは隠しておけよ。そっちの方が動画的に面白いみたいだ。やったいや、こういうハラハラ系めっちゃ楽しかったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。バーンアウト、極度の疲労っていうことですかね。まあ実況してる私のことですよ。いやいや、この場合は多分タイヤが擦れて白煙を上げるっていうことだと思いますね。で、見て分かる通り 3D の車のコースなんですよ。私何十回も言ってますけど、本当に車のコースが大好きでですね、めちゃめちゃテンションが上がっております。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.16%。 ただ気になったのがタグにオートマリオって書いてたんだよね。だから何もしないでいいのかな。ただ何もしないでそんなにクリア率が低いわけないもんね。うわ、見て見て、右これちゃんと車になってるよ。めっちゃ可愛いじゃん、センスいいね。あの車みたいなの乗りてえな。じゃあこれ車に乗って何もしないみたいだ。ちょっとお待ちよ、これは先に進めないんでしょうか。意味わからんて。あ、矢印書いてる。あそこでジャンプしろっていう感じなのかな。多分そうだと思いますよ。それさえ分かればこっちの番や。じゃあここでジャンプしていく。そして待って、え、あ、なるほど、こういう感じで。これはめちゃめちゃおもろい予感しかしないね。矢印のところで車を乗り捨てなきゃいけない、そういうコースだと思います。さあここも矢印があるね。これジャンプ、助けて。これさ、一回失敗しちゃうと下がダッシュイカじゃん。だから取り返しがつかないんだよね。で、これはどうすればいいの。このパックを倒せてか、ヒップドロップで倒そうか。なんでパックを踏むのは一回でいい、ちゃんとゆっくりと見ていけ。さあここはジャンプシーので、これは困っちゃったな。大丈夫かな、僕はいけるよ。僕はシーバシャー。楽しすぎるこの子さ。ベンツいなくなっちゃったけどいい。お前もなんだよ、さっきはよくもやってくれたな。僕はこのまま自力で行ってみせるよ。あ、ここにもちゃんとベンツがあったね。ベンツ、矢印だけを見ればいいんだ、簡単なことじゃないか。だからここは乗って、バネに乗って、右、ここは上、ナイス。そしてこれはジャンプしていいの、ジャンプしたら針に当たんない、大丈夫。そしてこのまま幅跳び。
情けいや今のところさ、幅跳びが成功してもいけそうになかったよね。だからこの車に乗らなきゃいけないと思うんだけど、乗れる？これ乗れないやん。ということは絶対に幅跳びで行かなきゃいけない、そうだと思いますよ。届けここめっちゃ、みんな分かったかもしれん、さっきさ壁キックしたから行けなかったんじゃない？だからダッシュイカの勢いを利用してこのまんまジャンプして幅跳び、いやめちゃめちゃ悩んだよここ。さあ中間ポイントも無事取れた。でこれはジャンプ C のこのままダッシュしてったらダメなんじゃない？ここは壁キック、壁キックからのこんな生き方でいいの？絶対違うような気がする。いや合ってんのか。でブロック壊されたよ僕の心も。いやさっきみたいな生き方じゃないと思うな。ここで右左って書いてるからここで左してみようか。するとここで右、もう全て分かっちまったもんね。ブロックに当たる前から方向転換だ。だからここで右でジャンプ C の、めちゃめちゃ難しいこのコース。でここでパックを踏みの、でさっきここさ、あ今度ブロックなくなってんだ。でどこ、ちょっと一旦落ち着こうか。でこれをタイミングよく乗ったね。そしてここは、あここがよくわかんねえな。乗ってちょっと左行ってみようか。あこれでいいんじゃない。そしてよし、でで、どうしよう、ここからもう間に合わないから、このまま一旦左行こう。で、こんな感じ、そんな感じだね。で、こっからジャーンプ、よっもう実況でもなんでもね、ただわーわーギャーギャー言ってるだけなんで。このノコノコはこっち来るの、一旦左行ってみようか。ノコノコを起こさなくちゃいけない、そういうことだ。そしてあのハテナブロックを叩いてみよう。何が出てくる、ワンナップか、ありがとうよ出てきてくれて。まあそれは取らないですけど。でこれはドーどうだつー食べたくない。ただ皆さん今の一発で僕は分かることができまして、ハテナブロックを叩く、そしてこのベンツからのみたらし団子。いやねふざけてる場合じゃないって、本当にめちゃめちゃ難しいって。これここは、右に行けばいいの、そしてここでジャンプしいのもうね乗れないよもうさ、助けて助けてよ、こんなに難しいコースだって僕全然思ってなかったんだって。ここは、ここでジャーって、僕死んじゃうよ。みんなやってみてくれ、このコースはね、ぐらいしか言えなくなるって。まだチャンスある。ないよ、また2週間ぐらいお休みしようかな。で、もう嫌だ。久しぶりに全然喋れてない実況ですね。もともとそんな大したこと話してないんですけど、これはクリアなんじゃないか。頼む、クリアよ。もうゴールでいいよ。最後になんか難しそうなの来た。どうする、これはどうすればいいの。下に行くでしょ、でここでジャンプしてみようか。やったいや難しかったけど本当にめちゃめちゃ楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、バネ回避。説明文は無を手に入れろって書いてるんですよ。まあサムネを見る感じバネが大量に設置されてますけど、そのバネを踏まないように進んでいけっていうコースなんじゃないかな。バネを踏んだら即終了みたいな。いやバネにはとことん邪魔されてきてるからな。だがしかし今日の僕は一味違うぜ。なんつったって肋骨が治ってるからな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.15%。 今日の僕ちゃんと喋れてる。なんか久々で大したこと喋れてねえなと思うんですよ。さあ始まった。このバネを踏まないように、あ時間がないのね。なるほど、じゃあこういう風にしていけっていう感じなんじゃない。これ6つ。これめちゃめちゃ繊細なんだ俺。ジャンプ調整がめちゃめちゃ厳しい。ちゃんとこのバネの横を行かなきゃいけないんですよ。バネ、私を侮ってもらっちゃ困りますね。何度もバネに引っかかると思うね。ここはダッシュし続けたらダメ。バイもう無だ、無の境地に立とう。そうすれば簡単にクリアできるっていうところをみんなに見せてやるぜ。ジャンプグラス10秒しかないってことは10秒しかないんですよ。
何言ってた。もう何度も同じ場面やってるからね、脳みそがパンクしてきちゃってるって。ここよ、難しいのは。進めたな、これを大事にしていこう。でここもジャンプ、よし来た来た、やださ何その土管。最後の土管調べます。あそこめちゃめちゃ気になんない？なんかね、入れないような気もするんだけど、今度はワンチャン一発でいけるんじゃない。よしよしよし、で土管は入れるね。こっちなんかあるんだろう。なんだここ。